チャンネルをご覧の皆さん、こんばんは、おはよう、こんにちは。パニクルーのヨヘだよ。あ、エイワスポーツジムの吉成奈々子です。お願いします。します。エイワスポーツジムの何笑ってんねん、お前。え笑ってんやん。エイワスポーツジムの、エイワスポーツジムの、うん、つぼった何に積もるとこなかったよ、今何にも。ヨヘさんの挨拶が。挨拶が。はい。僕は木竜也です。よろしくお願いします。まずはですね、はい、WBC のダイヤモンドベルト、そして WBC のベルト、まずは奪還おめでとうございます。ありがとうございます。竜也は、何年ぶりにチャレンジしたんですか、WBC の。5年ぶり。5年ぶり、はい、5年前は何歳？18です。18歳の時は、はい、その時の相手強かった？ペッテ選手って言って、ペッテ、今でも有名。今でも有名、はい、知ってる？知ってます、うん、今僕スーパーフライのチャンピオンなんですけど、うんうん、ペッテは今ランキング今多分3位とか2位とか4位とか、うん、多分その上位で、で、もともとスーパーフライのベルトも持ってた選手なんで、うん、今は階級、そのペッテはどこなんですか？スーパーフライ級です。スーパーフライ、あ、はい、同じ階級。同じ階級です。で、判定で負けた。判定で負けました、はい、強かった。強かったです、はい、で、今回5年ぶりに、はい、今回の相手、ちなみに、なだか君は後で話すんで、はい、まずは、ゆうや君の相手、どうでした？対峙した感じは、なんか、思ってたよりも体が大きかったです。あ、体はなんか大きかったね。はい。ガッチリした。うん。なんかね、パーンカーンってなって、ちょっと蹴りカーンなって、蹴りの走り見てる感じ、はい、これ今回いけるなみたいな感じあってんけど、はい、どうなん？戦ってる時は。で、結構あんま蹴り走ってないイメージだった、相手が。はい。でもやっぱ軽かったとか、重かったとかなんか。やっぱ軽かったです。軽かったよね。ドシンって蹴りではなく。なかったよ、はい、これいけるなみたいな、はい、あった？ありました。これも1ラウンド行った方がいいもん、焦げみたいなのあったの？はい。それでも様子見ようみたいなった？いや、もう1ラウンドから行こうと。でももう全開で、はい、もう行ったろうか、あれ、はい、結構ななんかこれぞラッシュですみたいな、ラッシュしてたよね。すごかったですね、はい、うん、サンドバッグ打ち込みにしてるみたいななってた、なってた、はい、あれで仕留めきられへんかったらむちゃくちゃ消耗するもんね、やっぱ。あ、でもあんだけ打ったら、はい、そうやな。でもあれでもし倒れてなかったら結構きつかったってリアも言ってたんで。あ、そうだよね、はい、だからそれが心配だった。逆にもあれだけバーっていってて倒れへんかったら、はい、あのあとスタミナって持つんかなって思って。もう若干切れそうですですね。よかったよかった、相手倒れて、はい、あれ乗り切られてたら危なかったね。危なかった。え、そういうことも考えて攻めてんの？なぜか結構落ち着いてダウン取っても、はい、うわーって いかへん、いかなかったです。2月の試合で僕もやっぱ同じミスをしてるので、リュウヤは倒しきれたんですけど、倒しきれた、僕は倒しきれなかったので、うんうんうん、やっぱそこでこうラッシュかけて倒せないとやっぱ打ち疲れっていうのは出てくるんで、そこはそうですね、ちょっとこう、まあ、倒しきれればもちろんそれはそれで OK ですけど、うんうん、まあ、ちょっとリスクはあるかなと。じゃあその時間とか見てラッシュしてんの？もうテンション上がってラッシュしてるの？いや、だいたいラスト30秒ぐらいで分かってて、分かってて、はい、だからね、はい、これは倒しきれそうやなって、はい、それなんか、いけーとか聞こえてくるの？それとも自分でうわーみたいな、来たみたいなあるの？うわーみたいな、いくぞーみたいな。セコンド見たら、うんうん、落ち着けって言われて落ち着けって、うん、で、映像見ると僕、うなずいてるんですよ、うんうんうん、あ、じゃあ、聞こえてたのか、はい、だけど、もうこれ行かなあかんねんよみたいな。はい、そうですね、自分もちょっと裏から見てたんですけど、うん、ダウン取ったところ見てて、うん、で、リアがニュートラルいて、うん、で、まあ会長とかクンさん、中川会長とかクンさんが、うん、こう、リアまだいい、ちゃんとつけ、うんうん、うんうんうんっつって、うん、はいって言った瞬間に急にバーンってしてたんで、飛び蹴りか何かやってたよ、ね、そうですね、はい、これも倒しに行こうとしてるなと思って、だから僕もそのシーンを見て、うん、あ、やばい、俺早く準備しなきゃと思いました、はい、逆にこっちが落ち着いてられへんぞ、やばいやばいって思いました、ね、はい、結局最後なんか手応え的にはあれなんで倒れたの？わーってなって倒れたから俺ちょっと何が効いてって思う。最後は左ボディです。左ボディ、はい、来たなと。はい、どう5年ぶりの
あの龍也もさ、なんか感極まってさ、うわーってなんか涙出てる時あるけど、あのこの間別に泣いてなかったよ、そんなに、はい、まあ、WBC 取ったけど、まあ、はい、まあまあそんな人生のこう今までのこう戦いの中では、まあ俺はまあこんな感じかみたいな感じだった。でもめちゃくちゃ嬉しかった、はい、やったそうみたいな、 WBC うわーみたいな感じまではちょっといかへんかったよ。そんなことない、そんなことない、結構喜んでました。喜んでた、はい、喜んでたよね、はい、やっぱお父さん喜んでた、はい、誰が家族で誰が一番喜んでた、うん、みんなで WBC のベルト置いてご飯食べたりすんの。あはははは、食卓の真ん中にいただきますみたいな、おーいいねみたいな、なかった、進むねみたいな、ないの、なかったです。でも全員で眺めたりとかもなかった、ないの、はい、うそやん。そう、お父さんとか龍也が寝てからこそっと開けてご飯食べてるかもしれない、もしかしたらね、はい、犬には見せました。喜んでた、ワンちゃん喜んでた、はい、母言ってたんちゃう、ビビってました、ビビってた、ビビビってあ、自分の顔映ったからかな。結構確かに結構抱えちゃう。あ、そうですね、犬にベルト巻いたりせんかった、大丈夫、あ、もう逃げちゃう、逃げちゃった。だって兄弟、お兄ちゃんとお姉ちゃんもおるやん。あ、もうあの実家には誰もいないので。あ、そうなん、はい、あ、一人で、一人です。それはもうお母さんと、え、写真はとか撮れへんの、まあ、あの、うん、集合写真、あ、集合写真を撮って会場でみんなで撮る、うん、枕元でとかもうないの、なんか普通パシャって撮して、はい、もうバッて撮っていう感じなの、はい、やっぱもうベルトいっぱい撮ってたらそんな感じなんや。WBC のだってダイヤモンドベルトやん、自分、はい、僕はでも家族で鑑賞会しました、うん、あ、した、はい、やっぱ帰って家着いたのは何時だったかな、まあまあだって遅かったよ、だって打ち上げやってたよ、打ち上げやって、うん、で、クンさんとかを皆さんお家に送って、うん、で、その後リアと一緒に帰って、うん、何時ぐらい、2時ぐらいでしょ、ね、だったんですけど、うん、僕が帰ってきた時のガチャって音で、うん、お父さんお母さんが起きてきて、できて、で、おめでとうって言うと、うん、怪我は大丈夫みたいな会話をした後に、まあ、ベルト見してよって言われて、ベルト見して、うん、見せてバーガーガーン開けて、すごい、俺はこれがベルトだね、ダイヤモンドベルトなんだねっていう話をして、これ絶対お父さんが言ったよ、これほんまのダイヤかな、絶対言ったでしょ、いや言ってました、言ったよ、はい、これ本当のダイヤ、いや違うでしょみたいな、ちょっとこうカリカリしてみようかみたいな、なかったまあ大丈夫、そんなにこうベタベタ触ると僕はもう手が出ると思う。なるほどやっぱ親には、おい、ダメだって、だって、そんな、あれだと、そう、ベタベタ触んなって嘘ですけど、はい、はい、そうですね、嬉しかったですね、嬉しいよ、はい、もう、もちろん嬉しいと思います、みんな、で、なんかその、うわ、テンション上がるわ、みたいな、ちょっとパン買いに行こうかなって時に、わざわざベルトまで歩いたとかないの？ないですちょっと近所のコンビニとかに、ね、むやみになんかベルト巻いて歩いてる人おるな思って、龍也ってそういう感じとかないん、ちょっとこうベルトをこうバッて噛んでちょっと一人でこうなんかこう置いてさ、はい、写真こう撮ってみようと思ったのないの？僕はないです、ない、はい、やらんかった、そうですね、あ、でも、うん、試合終わった後とかはあれですね、ちょっと足とかをちょっとびっくり引いて、うん、びっくり引いて、あ、言っちゃいけないんですよ、足ちょっと引きずって、うんうん、ちょっとこう俺試合したぜみたいなこう顔をするっていうのはちょっとやりますけど見たことある何回か試合したぜっていうオーラを出すのはやるんですけど、ね、ベルトはそうですよ、ちょっとさすがに恥ずかしいかもしれないです、あ、そう、はい、ベルトにこうさ、はい、何個も持ってるやん、はい、なんか6個ぐらいつけてさ、ちょっと無駄にあるいやないのないです雑誌の撮影とか、いやいや、そりゃそうやね、はい、いやいや、だからそれチャンピオンやからやね、俺みたいなチャンピオンとかじゃなかったら、なんかちょっと無駄に浴びてみたいよな、ちょっとWBC のベルトとかちょっと肩に巻いて、なんかちょっとこう WBC はかっこいいですね、なんかみんな知ってる、はい、そうですね、だからやっぱテンション上がるよな、あれ、はい、ね、上がるよね、はい、上がるよね上がるよな、え、次何のベルト欲しいん、次は目標にしてるのはラジャのフライ級の、フライ級、はい、まだランキング入ってないんだよな、はい、多分あれですね、フライなのかライトフライなのか、多分こうどっちが、うん、って感じだと思うんで、まあ、ただ体重的にはライトフライ多分リュウヤはきついと思うんで、うんうん、
ミニフライが取ったんやんな。ミニフライ。ミニフライの次がライトフライです。ライトフライでフライか。はい。で、フライのチャンピオン強いねんな。強いです。はい。強いねんな。はい。で、行くんや、フライで。はい。ライトフライの方が勝てるんじゃん。ライトフライ今いない。あれやん。ライトフライ。ドブトン。あ、ドブトンか。どっちが強い。いや、まあフライの方が、やっぱ上の階級のチャンピオンの方が強いっていうのがやっぱ、あれだと思うんで。でもやっぱフライで。はい。でランキング入れ、まあ、じゃあタイ行かなあかんね、多分ね。はい。いつぐらいに来年か。そうですね。この感じやったらね、はい、ランキング入ってすぐってなかなか難しいかもしれないけどね。なだかはもうだって、ラジャも3階級取って、はい、取りたいベルトとかないでしょ。ベルト、そうですね、ベルトよりかは、誰とやるかみたいな。そうですね、誰と、そうですね、もう強さを追い求めて、かっけー。まあ今は、そのスーパーフライのチャンピオンで、うん、ランキングに、まあ、15位まであって、うん、まあ、その他に僕の下に14人の選手が連なってると思うんですけど、うん、まあ、その中でやったことある選手ももちろんいれば、うんうん、まあ、やったことのない選手でこう僕とやりたい選手っていう選手もいると思うんで、うんうん、まあ、そういった選手に防衛をし続けて、まあ、こうベルトの価値であったり、うん、自分自身の価値を高めていきたい。かっこいいね、はい、なんかずっと防衛してたいですね。だからあの正直無栄隊であんまずっと防衛する人おらんわけでしょ。そうですね、まあ、入れ替わりが激しいんで、うんうんうん、まあ、正直こう今回の減量も、まあ、全然楽で、うんうん、まあ、ベストはフライかなっていうぐらいのまだ感じなんですけど、うんうん、ただでもこうスーパーフライでこう やって、うんうん、そこでもうこう負けないぞっていう、うん、まあそのベルト一回一旦置いといて、キャッチベイトやったら、なんか誰とやりたいとかあるの？こいつ一回やっつけてみないのよな、みたいな。もう選手、外人、タイ人、日本人含めて、こいつ一回ちょっとやっときたいな、みたいな。じゃあ、一旦考えといて。はい。一旦休んで。はい、おるおる。僕、別にいないかもしれないですね。この人でないけど。何名前上がってる選手おるやん。はい、例えば、まあ、ね、1個上にだからクムスクレックも松田もおるからさ、はい、そこはやってほしいって今思ってると思うし、はい、なんか多分黒田とかももしかしたら K1 抜けたりするんちゃうかな。うーん、だからなんかそのバンタムの階級に結構まあまあ名のあるやつ日本にも外人にもおるやん、はい、例えばまあまああのあれ一斉に買った パントーとかさ、はい、パントーはスーパーフライですね。あ、そう、はい、この間一斉君に買った試合もスーパーフライです。ああ、そうだね、はい、だバントーはバント選手は今スーパーフライの今6位かな、6位、5位、6位ぐらいの感じだったと思うんで、うんうん、まあバント選手ももちろんやりたい、いやまあ防衛できたらもちろんぜひともやってみたい選手だし、まあ、そのバント選手に勝ってる選手が、うん、デイ・ペッタ選手っていう選手と、うん、あとペッテ選手っていう選手がいるんですけど、うん、まあ、その選手、今、そのリュウヤが WBC で、うんうんうん、そうです、うんうん、あの、うんうん、5年前に負けてしまった相手とかは、やっぱ、まだ僕、交わってないですし、うん、結構、ここ最近ずっと練習してて、強い選手なんで、うん、まあ、そういった選手かなとは、防衛していくなら、うん、ランキングに入ってる選手ってさ、オーソドックスとサウスポーって、なんか半々ぐらいの、あ、もう、タイ人は、もうどっちも、どっちもどっちです。あ、そっか。まあスイッチできるぐらい練習してなかった。日本だとやっぱまあ多分オーソとサウスの割合が多分7-3ぐらいだと思うんですけど、うんうん、タイはちょっともうちょいこう あれかもしれない、多いかもしれないですね、割合が。そうやな、もうまあまあまあ7かの場合はいつも誰とやるんかっていうとこ。だからこの間もさ、なんか俺 X でさ、ちょっとなんか盛り上げよう思って、いい意味でもありでね、ちょっと話題にしよう思ってさ、なだかのさ、あの最後の コメントあったやん、はい、あれ貼り付けたわけ、ユーネクストのやつ通ってな、なんかもう相手がなんかもうあの相手は弱いとかやつ出てくるわけ、やっぱ何を根拠に言ってんやろうなみたいな。まあでも100人いて100人肯定するのは無理だと思って、かっけえカチンとくるわけ。俺は何か知らんけど。いやいやいや、まあ、だからなんかじゃあそんなん言ったらさって思うんだけど、だってこの間の相手もラジャのさチャンピオンになってるわけでしょ。
ペッタナッツ選手ですか、うん、そうですね、タイトルマッチもやってるし、うん、まあそのもう僕が、そうですね、初めてラジオ撮った時に17歳なんですけど、うん、同い年なんですけど、あ、うん、その時ぐらいからもうずっとトップでやって、今もトップっていう感じで、もうほんとトップの選手です。そうやん、はい、だからそのだって例えばさ、朝倉未来選手とかさ、はい、世界的な MMA ランキングで言ったらさ、もう90位とか そんな、なんかそれぐらいのランクやと思うね、分からんけど、なんかそんな感じやった、俺見た時で。一番実は鈴木千尋選手が一番上なんかな、今日本人ではやっぱピットブルとかに勝ってるから、うん、だからそのね、90位とかの選手が日本ではすごい強いと言われてて、なんかそのうわーってなってて、その元ラジャのチャンピオンでみたいな結構名のある人がと戦っても、あの相手弱いって言われてたらやってられへんよな思ってまあでもまあ日本ではそのメーターが浸透してないっていうところもあるとは思うんですけど、その選手はやっぱ多分あんまり見たことないとかっていうのもあると思うんですけど、うん、でもさ、なんかこうさ思うねんけど、例えばじゃあなんかムエタイってすごいマイナースポーツやってなんか言われてるやん、もうすでに。だけど俺今日見てたわけ、あの YouTube とか、じゃあもう K1 の YouTube の登録者数ってもう54万人、ライズとかやったらもう16万人ぐらい、はい、YouTube でも RWS も 56.6 万人や、うん、インスタなんかもう全然 RWS の方が多いわけだから、なんかマイナーやって思われてるけど、まあ、日本でから見たらって話ですよね。そうそうそう、でもいろんな選手がなんか世界に言うてるわけやん、うん、そうライズの選手も K1 の選手も僕は世界にって、K1 もなんかワールドマックスとかなんか言うてるわけやんか。だから世界的に見たら全然ムエタイの方が人口も厚くて認知もあるわけやからさ、いやいやいや、あれどっちがマイナーなみたいな俺は感じなわけ、世界基準で見たら。だからあの全然こう RWS の方が俺はもう団体としてもなんか別に格上とか格下とかないけど、世界的にはもうだからその数字が多くなってるとか認知されてるってことやからさ、なんかあったらさ、このもうなんかライズで戦えとかさ、なんかあったら K1 で戦えとかって言うけど、いやいやいや RWS の方が見られてるしみたいな、うん、RWS の方が有名やし世界的には、ここのフィールドで戦えよってなるわけだから、まずその発言が俺からしたら勉強してないから、だって選手は世界言うてんやからさ、世界のフィールドってどこなんって考えて、まあワンがね、やっぱそういう意味ではダントツでアジアではさ、やっぱ900万人ぐらいおるから、すごいですね、うん、でもまあ15年とかやってるわけでしょワンも、はい、だけどもう2年とかで RWS も56万人 56.6 万人っていうか、もう普通に100万人とかいくわけよ多分、うん、来年とかなったらライジンが100万を突破してると思うねんけど、もう1、2年で多分そこも行くと思うね、うん、だからそのムエタイマイナーみたいな、ムエタイ流行れへんとか言ってるけども、あの全然みんなが思ってる団体よりも数多なってきてるから、いやいや世界目指すんやったら RWS 来てくださいって感じで、じゃあ吉成灘が肘ありできないから今も肘なしに来いっていうこと自体がもう俺からしたらもうその発言がもうナンセンスに今変わりつつあるわけ俺からすると。だから世界目指すんやったら肘ありでやった方がいいですよって、吉成灘が待ってます、僕はギリギリ待ってますっていうことで俺はええと思ってるから、ほんまにその発言はねいらん。だってメイウェザーにもうあのお前敵おらへんねんからキックでせいやって誰も言わへんやんね。それが名高の時だけさ、そんななんか肘なしで誰々と戦わなとかってなんかおかしな話やなと思って、まあ、この発言したらまだまあごちごちいいやつ出てくると思うねんけどそんなやつには俺こうですからこうです、はい、うん、なんかあのこの今 A1 スポーツジムがねこう RWSまあ、てか日本のムエタイシーンが今多分歴史上もうピークを今まさに迎えると思ってるんですよ。松田がね、松田選手がバンタムのベルトも取って、うん、スーパーフライのベルトもあって、フライも近い選手が、フライもね近い選手がいて、うん、
ほんでまあ朝日も、朝日もフェザー、下がスーパーフェザー、スーパーフェザー、ほんでさやちゃんも、うん、もしかしたらみたいなタイトルマッチがみたいな話も出てたから、もう日本人がラジャのベルトを取るような可能性もっと、だからそのなんかもう年代に一人持ってるとかってレベルやったものが、そうです、ね、今この時代もしかしたら 3,4 人ラジのベルトを抱えてるムエタイ大国に今日本がなろうとしてるから、これ日本人として全員チェックした方がいいじゃないですか、うん、ね、すごいことです、ね、すごいことで歴史で見たら確かに、ね、考えられなかったことではあると思いますでしょ、はい、だからタイ もう自国のさスポーツのベルトがさ日本に取られていってるからやばいやばいって多分なってると思うねんけど、ここ全面対決でもうベルト 4,5 人階級持ってほしいな、それをこう僕チャンネルを見てるみんな応援してもらいたいなと思ってますよね。ね、今後とも2人含めてムエタイをよろしくお願いします。ありがとうございます。出したことないけど、いやいや、はいとか言ってたら、OK やったね、お前